どうも、こうやです。今回はですね、皆さんに昭和レトロな商品を紹介していきたいと思います。子供の頃みんな見たかな。レッツゴー、オークションハンター。はい、ということでね、早速開けていきたいと思います。こちらの商品はね、私ヤフオクでね994円でね落札いたしました。はい、中にはねこんな感じでね、はい、大量にね入ってますね。はい、こんな感じでね、レジ袋というかね、あのねロールのところにある袋に入ってますよねこれ。はいはい、大量に入ってますね。これまあ多分ね、これ1個あたり10円ぐらいですよね、多分ね。もっと安いのかな、うん、数えてはいないんですけどね。はい、全部オレンジカラーで入ってますね。はい、こんな感じです。1個目がね、これね、なんだろうねこのガンダムね、これ、うん、新型かな、連邦の新型だと思いますけどね。これブライダーって書いてあるのかな、ちょっとね私老眼でよく見えないんですけどね。はい、そしてこちらがねシャア専用ザクですね。はい、武器なし。こちらはなんて書いてあるんだこれ、なんかシャ、これシャア、多分シャアですねこれ、これね、シャア、これねシャアだと思いますね。見えないんだよね字がねこれね。はい、これはドームですね。これドームは出来がいいね。ガンプラもねドームに外れなしということでね。はい、そしてこれがゲルグなんですよね、多分ゲルグですね。はい、ゲルグですわ。はい、そしてこれがゾックね、ゾックだと思いますね。これは出来がいいね。はい、そしてこれギャロップかな、ギャロップね。はい、いいね。ランバラルタイとね、ハモンさんのね愛の巣ということでね、ギャロップ。はい、そしてこちらかわいいね、ビグロね、ビグロかわいい、ビグロめっちゃかわいい ね、手がキュッと上に行ってちょっと短いんだよねビグロね。はい、そしてこれがね、これ誰だ、スレッカーさんかなこれね、スレッカーさんかなこれ、なんかちょっと見えない、うん、はい、すげえ顔してんなこいつな。はい、こんな感じでね、いいねこのクオリティね。はい、そしてこれジオングはね出来いいね、これね非常に出来がいい。下もねこうやってね、あのバーには作ってありますねこれね。はい、すごく出来がいいね。はい、そしてこちらギャンね、このギャンもね大きくてね出来がいいね、なかなかね、これは出来がいい。はい、これはいいね、これかっこいいな。はい、そしてこちらのギャン、こっちねちっちゃい方ね、ギャンね、ギャンなのに剣持ってねえじゃんってことでね、これちょっと残念ね、剣持たせてほしかったね。はい、これゴック、ゴックも出来がなかなかいいね、これはいいねこれゴックね、うん、出来がいい、ちょっとでかい。はい、ドップもやたら出来がいい、ドップはやたら出来がいいね。サンライズってよく見えますね。はい、よく読めます。そしてこれが無彩だけどね、頭の部分ハッチがこれあるんかな、ハッチってかこうね、なんて言うんだあれ、ないような気もする。はい、そしてこれが、はい、こちらもシャーザクだけどね、ザクマシンがちょっと変ね、ザクマシンがちょっと変、うん、だけどシャー専用ザクということで、日本サンライズって書いてありますね。はい、そしてこちらこれザクね、これザク、うん、ザクもなかなかね出来がいいね、悪くはない。はい、そしてこれがガンタンク、ガンタンク、このガンタンクやたらね細かいんだよな、これちょっとね作ってる時代が違うのかな、うん、これが G ファイターかな、 G ファイターのドームね。はい、昔ねこれね、多分これコスモスの自販機に入ってたやつなのかな、ちょっとわかんないんですよね。ね、昔ねオートレストランとかにねよくコスモスの自販機ありましたよね、それなのかな。これザクキャノンね、キャノンがないんだよね、ザクキャノンなのにね、キャノンついてない、つける場所もなかった。はい、そしてこれもこれはシャアだね、シャアだ、シャアアズナブル。はい、そしてこれがねやたらねペラペラなね、はい、エルメスタンですね、エルメスタンペラペラなんだよね。はい、そしてこれもドムね、このドムちょっとなんか足の形状がなんかちょっと変わってるからね、多分新型のドムだと思いますねこれはね。はい、そしてこちらはガンキャノンね、これちょっとね足が長いんだよね、やたら足が長いガンキャノンということでね。はい、足長なガンキャノンかっこいいね、足長もいい ね。はい、そしてズゴクはねなかなか出来がいい、ズゴク出来がいいね、非常に出来がいい。そしてゾク、
ゾック、ゾックがこれね、ゾックいろんな形があるんだよね、ゾックね。うん。なかなかね、右側のゾックはできないね。はい。でね、ちょっと面白いゾックもいるんだよね。これね、ちょっとね、胴長なゾックもいたりね。これはいいね、かっこいいね、この胴長ゾックね。はい。こんなにね、いろんなバリエーションのゾックがありますね。はい。君はどんなゾックが好きかな？はい。いいね、なかなかね。はい。そして、こちら次は何にしようかな。そうだな、これ、これどうしようか、これ新型のガンキャノンじゃない、ガンタンクだね。ビームライフル装備のね、ガンタンク、はい、かっこいいね、ガンタンクね。はい。そしてこれかわいいね、はい、ブラウブローね、非常にかわいい。ちょっとちっちゃいんだよね、他のやつに比べてね。かわいいね、ブラウブロー。非常にね、後ろの部分は全部文字になってますね。はい。そして、こちらが、はい。ザクなんだけど、はい。なんとなんと、これ、ククルスドアン専用のザクね。そこまで再現したの。すごい。ちょっと気になってね。はい。ククルスドアン専用機ね。はい。そして、あ、猫が来たと。そしてね、ちょっとね、並べてみました。結構ね、かぶりが多かったですね。そしてね、同じような機体でもね、やっぱりね、バリエーションいろいろありますね。なかなかね、壮観ですね。こうやって並べるとね。ジムも いましたね。はい。いい感じですね。はい、こんな感じですね。何個あるんだろうね。数えてないんですけどね、まだね。はい。ホワイトベースもね、何個かあったんですよね。でかいホワイトベースもあったんですけどね。ブリッジがないんですよね。ブリッジがね。はい。そしてこれがね、はい、我々は一人の英雄を失ったのヴィレンですね。はい。これまあ非常にね、いいね、いい足してますね、これね。大型、大脚でね。はい。そしてこれね、こっちだよっていうね、アッガイですね。この名シーンを再現してありますね。トーチカ壊した瞬間のアッガイだと思いますね。こちらね。はい、こちら足長のアッガイですね。非常に足が長い。おしゃれですね。はい。そして、これもブリッジのない無彩と、これギャロップと、チベかな、上の方へ。で、でかいね。やつはすごくクオリティ高い。はい、ガンダム向こう向いちゃってますね。はい。結構ね、サラミスとかね、マイナーな、ね、戦艦とかもね、ありますね。ジーブルとかね。ジーファイターね。かっこいいね。ハロもね、2個入ってましたね。ザク、キャノンが残念だな。キャノン欲しかったな。ビグロがなんか可愛い。本当に。はい、こんな感じですね。ククルスドアンね。再現度高いですよね。非常にね。可愛い。可愛い。はい。こちらは、ガウだな。はいはい。そしてビグザムね。ビグザム2個入ってましたね。はい。これ薄いんだよね。気になる。薄さが気になるね。はい。エルメスの薄さが気になると。はい。そしてこれ。これ、このハゲ。これ、ハゲって言っちゃダメです。デギンソドザビ。デギンコウですね。はい。非常にね、非常に怖い。このサングラスがね、非常に怖かったですね。はい。そしてね、そしてどこ行く？おっと、ハロ行くか？ハロの裏側。そしてハロの正面は、はい、こんな感じと。こんな感じね。いいね。はい。フォアファイターも出来がなかなかいい、良かったですね。うん。おー、いいな。レトロ感が満載でいいですね。非常に出来のいいのとね、ちょっとね、これはどうかなっていうね、出来のものとかね、いろいろ多分作ってる造形師が違うのかな。まあ昭和感があっていいよね、そういうね、ちょっとねちょっとあれなところがいいね。はい、という感じでね、今回はね、昭和レトロなリアルタイプのガン消しを紹介させていただきました。まあね、懐かしいですよね、子供の頃にね、見たような感じでね、このゆるいね、造形がまたね、味があっていいですね。はい、ということで、これからも皆さん、大体アラフォー世代ぐらいにね、
の刺さるような動画をこれからも上げていきたいと思います。ということで紅葉でした。またな。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。